ヨゼフです。小学生の算数の問題について解説します。それでは、始まり、始まり。はい。算数のですね、文章題について説明しています。今回は、鶴亀山その3ということで、まあ、鶴亀山のですね、応用問題について説明したいと思います。さて、どのような問題かちょっと見ますと、50円切手と80円切手と120円切手を合わせて50枚買ったら、代金は3840円になりました。 ただし、買った50円切手の枚数は、80円切手の枚数の2倍です。この時、50円切手と、80円切手と、120円切手は、それぞれ何枚買ったか答えなさい。少し難しいので、えー、ヒントをちょっと2行ほど書きました。50円切手の枚数が、80円切手の枚数の2倍である。というのは、比で考えると、50円切手の枚数対、80円切手の枚数が、2対1という意味ですで。この2対1をうまく使わないと、問題は解けません。いかがでしょう はい。それでは解説を始めます。先ほどヒントとして、50円切手の枚数対80円切手の枚数が2対1であるというふうに言いましたが、これをですね、具体的に少し考えてみるのがいいんですね。どういうことを言っているのか。それで、例えばの話ですが、50円切手を2枚と80円切手を1枚買うと、比は2対1ですよね。その代金を計算してみます。これ別に簡単ですよね。50×2 たす80で、まあ計算していけば180円です。で、ね、2枚と1枚ですから合計3枚買ってますよね。 一枚あたり、いくらになったかというと、1 8 0る3で60円です。一枚あたり60円。で、また、また別の例を考えるんですが、50円切手を4枚と、80円切手を2枚買うと、もちろん、日は2対1。そういう例を考えているわけですが、代金を計算しますと、50×4、足す 80×2。80で、計算していきますと、360円ですね。合計6枚買っています。一枚あたりいくらなんでしょう。3 6 0る6で、これも当然60円です。もうこれで十分なんですが、まあ、念のためにもう一つさらに、 50円切手を6枚と80円切手を3枚買うと、もちろん日が2対1になるように買わないといけないんですが、その代金は 50×6×80×3 で540円ですね。合計今9枚買っています。ということで1枚あたりの値段を考えると 540÷9 で60円ですね。そこでちょっと頭の中の考えを変えないといけないんですが、50円切手とか80円切手を2対1の割合で買うと言ってますが、これは60円切手を買ったことにしてしまうんです。結局1枚あたり60円なので、 50円切手とか80円切手ではなくて、60円切手を買ったことにすれば、元のですね、する亀山に戻ってこれるんですね。これ3種類あることが難しい原因だったので、2種類戻すんです。で、ここからあとはとても簡単なんです。はい。えー、元の問題はですね、自分で勝手に変えてしまいます。えー、60円切手と120円切手を合わせて50枚買ったことにします。60円切手だけを50枚買うと、その代金は 60×50 で3000円ですね。実際の代金は、 で、3840円なので、お金余ってしまいます。その差額は、3840から3000を引いて、840円です。その余っている840円を使って、60円切手を120円切手に交換してもらう。交換してもらうためには、1枚につき、追加の代金が必要ですよね。60円切手を120円切手に交換してもらうわけですから、120-60で60円が必要です。で、じゃあ何枚交換してもらえるか。60円切手から120円切手に交換してもらえる枚数は、 残っているお金が840円で、1枚交換してもらうたびごとに60円必要ですから、8 4 0る6 0で14枚ですね。ということで、120円切手の枚数は14枚。えー、っと、はい。で、その後ね、いつもだったら、あと引き算してって言いたいところですが、ここで元の問題に戻らないといけません。50円切手と80円切手を、えー、あと120円切手を合わせて50枚買っているんですね。で、50円切手と80円切手の枚数の合計は、 120円切手を買った残りの枚数なので、とりあえず50-14で36枚です。で、本当は50円切手の名前ですか ?80 円切手の名前ですかとこう聞いてますので、その36枚を50円切手の枚数対80円切手の枚数が2対1であることを使って、これ、比例や。 分配って言うんですが、50円切手の枚数は、その36枚を3等分したうちの2に当たる部分ですね。2対1に分けてますから、3等分したうちの2の部分、つまり2たす1分の2という分数の掛け算をすると、まあ、実際には3分の2をかけるんですが、24枚。 で、最後は本当は引き算してもいいんですが、注意のところにちょっと書いときましたけどね。引き算してもいいんですが、もう一回練習しましょう。80円切っての枚数は、その36枚を3つに分けたうちの1つですね。2たす1分の1で、かける3分の1のことです。ということで、12枚ですね。最終的な答えは、50円切って24枚、80円切って12枚、120円切って14枚を買ったことになります。最後の1行はですね、ちょっと、日について、 練習しておいていただかなければいけなかった。まあ私もまたいずれ他の動画で説明したいと思いますが、80円キットの枚数は引き算でも計算できますが、比例分配というのを使った方が安全です。ここで最後全部計算した後、36枚にならない。24枚は出て、もう一つ別に計算したら12枚、足したら36枚。あ、計算あっていたなということで、検算を兼ねて、比例分配の練習をちょっとしてみました。いかがでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいね。 チャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。